米子市角番町にある飲食店。外出自粛要請が解除されてから初めて迎えた週末は、客の入りどうだったのでしょうか。どん底の状態が、そのまま続いている状態。解除されたからといってもお客さんが出てくるっていうところもないですし、当然のことかなとは思ってます。客は土日とも10人ほどしかいなかったということで、市民の自粛ムードは続いています。こうした中、鳥取県は全事業者に対してオミクロン株影響対策緊急応援金の支給を発表しました。1月から2月の売上額が3割以上減少している事業者が対象で、県商工政策課によりますと、交付額は売上規模に応じて決まり、月平均200万円以上の事業者には一律で40万円が支給されることになります。また鳥取県のコロナ安心対策認証店の場合、2店舗目以降は1店舗ごとに10万円が加算されます。例えばこの企業の場合、ロバタカバなど鳥取県に認証店を8店舗構えているので、40万円プラス7店舗分70万円で最大110万円が支給される計算です。店側の反応は。飲食店だけじゃなくて、全体的な企業さんに対する支援金ということで、それに関してはすごいな、鳥取県すごいなっては思うんですけども、もう全然足しにもならないっていうのが正直なところなので、実際にはちょっと困ったなっていうふうには思ってます。引っかかるのが島根との差です。まん延防止が適用されている島根県では、時短営業や休業に応じた飲食店1店舗ごとそれぞれに1日最大10万円の協力金が支給されます。この会社では島根県にも店を展開しているため、その差が際立つのだといいます。島根県、鳥取県、県境でいうと、島根県の安来とかでいうと、240万円もらえると。で、逆に、鳥取県の米子市の、ここの角番とかでいうと、40万円ぐらいしかもらえないというところでいうと、すごい差が出てくるというのは間違いないことなので、その差が実際何なんだろうというところの戸惑いとかはあります。一方、こちらは山陰両県の飲食店やスナックに酒を卸している販売店。米子市と境港市の外出自粛要請は解除されましたが、店からの注文は回復していません。市民県民の皆さんが、考えてやっぱりきちっと対応されとるということですけども、胃の痛い部分もやっぱり飲食店さんも含めある状態ですね。今日はこれから配達に向かうところですが、今もうお酒積まれたのはこれだけです、はい、そうですね。普段だったらこの車で最大積載量ギリギリになるぐらい積むこともしょっちゅうあるんですけども、もう今やっぱりこういう状況ですんで、今日はもうこれだけですね。トランクはガラガラです。飲食店と同様に大きなダメージを受けている卸業者からは、応援金を喜ぶ声が聞かれました。金額の大きい少ないというよりは、やっぱりそれを出していただくというのは本当にありがたいことでして、県の方に感謝というのもありますし、やっぱりそれを嘆願していただいた経済団体の皆さんにも感謝。まん延防止措置の場合、飲食店以外には協力金が支給されません。一方で鳥取県の応援金が支給されるのは、業種や地域を問わず、1月から2月の売上額が3割以上減少している事業者ですが、 30% どころではないですね。やっぱり 80% 落ちているのが現状だと思います。応援金はありがたいとはいえ、落ち込み分をカバーするには至らない状況が続いています。